マイカドリュー・ジョンソンは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身の、元プロ野球選手、右ト左打。2012年の MLB ドラフト9巡目で、シカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グレートホールズ、ボイジャーズで、プロデビュー。69試合に出場して打率。2734本類打、25打点。 19盗塁を記録した。2013年は A 級カナポリス・インティミディターズ、A 級ウィンストン・セ・ラム・ダッシュ、A 級バーミングハム・バロンズでプレーし、3球団合計で131試合に出場して打率。312、7本塁打、58打点、84盗塁を記録した。オフにはアリゾナ・フォールリーグに参加し、グレンデール・デザート・ドックスに所属した。 2014年は A 級バーミングハムとトリプル a 級シャーロットナイツでプレーし2球団合計で102試合に出場して打率2945本塁打、44打点22盗塁を記録したまた7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出されている2015年は4月5日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りし 翌6日のカンザスシティロイヤルズとのシーズン開幕戦にて9番2塁手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは36試合に出場して打率2 3 4打点3盗塁を記録した。2015年12月16日にロサンゼルスドジャースのブランドン・ディクソン、ホセペラザ、シンシナティレッツのドット・フレイジャーとの三角トレードでトレース。 トンプソン、フランキー・モンタスと共にドジャースへ移籍した。2016年、メジャーでは7試合に出場して打率、167を記録した。2017年1月13日に後日発表選手とのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。シーズンでは18試合に出場して打率、201盗塁を記録した。2017年10月26日に、 ウェーバー工事を経て、新シシナキレッツへ移籍した。だがこの後、10月30日にサンフランシスコジャイアンツ、11月27日にタンパベイレイズへといずれもウェーバー工事を経て続けざまに移籍を繰り返した。2018年2月13日に40人枠を外れ、マイナー契約となった。シーズンでは、開幕から参加のトリプル A 級ダーラムブルーズでプレイし、 74試合に出場して打率、198、個本塁打、31打点、3盗塁を記録した、オフの11月2日に FA となった。ありがとうございます。